うーし、再開していくぜ。さて、前回は海賊船、船乗りの墓場の方に行ったんですけど、今回はこっちに少し足を運んでみようかなというところですね。砂漠の町レサ。さて、あれか、スローイングダガー、ちょっと待って、スローイングダガーの状態でこんな、サソリかと思ったら違ったー。フロアウォーカー。25。やれる？意外と。あ、2ヒットで倒せない。薬草を落としてくれたりするか、いや、意外と経験値しょぼいな。なるほど。ちなみにこの骸骨はどんぐらいあんの？スケルトン。16。2発で倒せない。打撃攻撃って今書いてあったな。結構スケルトン経験値うまいぞ。うまいぞ。突突射。打撃。だからレザーキャップ持ってれば耐性あんのか。怪しいけどね、ここら辺ね。ことか怪しい。とりあえず適当に探索。お、宝がある。え、あれ、進めないの？砂に埋もれて進めない。これなんだ？剣を持って立ち上がれ、王の職業許すな、となうるがくされてる。砂に埋もれちゃってて全然入れない感じなんだな。ここもダメ？ここもダメだね。スケルトン不思議な動きすんな。極力敵は倒していこうか。ちょ、殲滅していきます。ふぅ、さーて、この上は？お、宿屋。や、お、いきなりポーターなんだ。へぇ。じゃ、一応セーブして。モンスターの弱点。武器を持ったスケルトンは、ひるむことなく襲ってくるため、意外に厄介なものである。彼らに闇で、槍や弓などの一つ系攻撃は効かない。剣や棍棒などを使って対処しよう。スローイングダガーは斬撃属性もついてたはず。うん、斬撃もついてるから大丈夫だね。RPG スクールのこのゲームの、うわ、なんだ、眩しい。仕様的には、多分、複数の属性ついてたら、一番有効属性のみで特攻が効くはずなんで、そこはそんなに問題ないと思うんだけど、入れない？なんか隠しとかありそうだけどね。お、宝あるー。タワーシールド。認証性下がんな。一旦バッカラのままでいいか。っていう気がしてる。どうかな、どんどこ、防御力が上がる代わりにどんどこ敏捷性下がっちゃうのはどうなんだろうな。悩ましいな。そこまで現状でもダメージ食らってないから、別に、防御力的には今ので十分かな感はある。感はあるよ。あ、なんか色違いのスケルトンおるぞ。やべえかな。イモリの黒焼き。戦ってみるか？セーブしたばっかだし。スケルトン。ちょっと強そうだな。名前は同じなんだね。16！ 斬撃攻撃にも耐性あるはずなんだろう。あんま倒せなくはないな。いや、経験値うま !65! 経験値60はうまいね。倒しまーす。ふぅ。サクサクだぞ。あ、赤いやつ、倒そう。あばら骨を手に入れた。なんだろう、あばら骨。立派なものも、貧相なものも、あばら骨には変わらない。よくわかりませんが。骸骨が道を塞いでいる。なんかないの、これ。あ、お、わっつ。あ、わっ、わっつ。なんかあった。宝ある。アイアンメット。さらに敏捷性下がるね。打撃攻撃を防御する。
39、58の39、59の39、58の39、タワーシールドつけるか。じゃあ、うん、先にこっち行ってみようか。隠しがなんか今あったのはいいんだが、あーこれスケルトンに対して先制取れなくなってる、もしかして。微妙か、微妙か。ぐるぐる回って、お、階段がある。お、商品仕入れ台帳、爆炎玉入荷遅れ、武器屋に催促のこと。武器屋、薬草、あー罠ね、開けない。この宝箱のありかをちゃんと覚えとかんといかんな。あ、下にも行けない。砂でもう埋もれてしまってるってことか。お、ここどこだ、ここどこだ、ここどこだ。めっちゃ赤いやつおるな。砂で埋もれている。薬草の数が心もとない。お、武器屋に催促のことって言ったここじゃない？やった、爆炎玉。これであれか、次のとこ行けるんだな、きっと。これ剣じゃないの？違うの？武器屋だから武器の一個くらいあってもいいんじゃないか？どうだ？何もアイテムないの？なさそうね。爆炎玉は手に入れた。が、あっちに宝があるのが気になるぞ。敵も多いな、これまた。スケルトンぐらいだったら構わんが。なんもないかな。さっきの隠しの方行くのかな。ちょっともう少し探索してみますわ。お、この柵は攻撃力が80もあれば壊せそうだ。攻撃力今いくつあるの ?63。はぁ、そういうギミックもあるんだね。お、ここの階段、こっから来たんだっけ。あ、人がいるぞ。やつを追い詰めたぞ。この先は王妃の墓所、聖の証へと続く横道だ。もうすぐ王の墓所にもなるだろうかな。王を殺せ、王を殺せ。待て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 、落ち着け。なんかさ、ここになんかよくわかんないなんだよね。ほら、あれ、あれもしかして大結晶石か？あれ欲しいなぁ。あれ欲しいなぁ。お、お、お、ハードレザーアーマー。微妙。ラメラアーマーでいいわ。必死にお金貯めて買ったのにラメラアーマーより強いやつが速攻出てきても困るっちゃ困るんだろうな。なんもないな、なんもないな。あーん、ここはなんもないのか。ふむ、これで終わりか。じゃあ下のさっきのとこ行くしかねえのかな。その前に隠しルート、隠し階段あったとこ行きたいな。あれどこだったかな。迷った、迷ったぞ私迷いました。こっちか、こっちから来たな。あ、こっちだこっちだ。よしよし、たまたま見つけたけど、ノーヒントすぎるだろうよこれ。ここノーヒントすぎるんだろうこれ。いくらなんでもきっといいものがあるに違いない。めちゃくちゃ敵おるが。ボウガン、ボウガン、めっちゃ上がる。射撃突でも骸骨に対してあんまり効かねえんじゃねえかこれ。さらに敏捷性があんのか。一旦スローイングダガーのままでいいか。あー、そこ武器やね、さっきのとこだ。お、ここはどこだ。
ここはどこだ。ちょっと一回ボーガンにしてみる。一貫戦敏捷性下がりすぎ疑惑あるんだよな。せっかく手に入れたし、まあボーガンにしてみるか。攻撃力も上がるし。で、この骸骨で一発戦ってみるか。15。ああ、やっぱり微妙か。属性相性的に微妙っぽいな、これ。この感じ。もともとのスローイングダガーの方がいいか。こう、なんでもかんでも攻撃力が上がればいいってもんじゃないのよっていう。そう、なんだこれ。シャボテンだ。シャボテン。え？え？どうにかならんの、シャボテン。うわー、なんかすげーのがいるぞ。絶対倒せないと思うんだ。セーブしてーなー、これなー。セーブしてーぞ。回復薬。守護石、キャッツアイ。やったー、敏捷性ある。盲目を 100% 防いだって。これいいものを手に入れた。こりゃいいものを手に入れたなー。こっち来て正解だった。ちょっといかにもヤバそうなドラゴン、リザードマンっぽいドラゴンがさ、守ってるところは、死ぬと思うんだ。セーブもしてないし、無策にここに戦いに挑むのは、勇気と無謀を履き違えるなよ、という、そういうことだな。こっちは？こっち、ん？ここから来たんだっけ？あ、ここから来たのか。ちょっと待って、左側は何もないか。あ、ここは何もないか。で、ボウガン手に入れて、キャッツアイ手に入れられた素晴らしき場所だったということかな。あとはなんか守ってるえぐいやつおったけど、あいつをどうにかできるかっていう話ですね。はい、わかりました。じゃあ、王の墓所っていう、ちょっと待って、でも爆炎玉も手に入れたからさ、ストーリー進行的に言えば、爆炎玉で、地下の、なんだっけ、凍ってる扉開くと思うんだよね。そっちなんちゃうか？そっちなんちゃうか？そんな気はしてるよ。まあ、行くだけ行ってみるか。柵が壊せてくれるとありがたいんだけどね。攻撃力80。ちょっと行ってみるか、この先な。なんかアイテムないのか？ここだけ色が違うわ。敵はいないのか？めっちゃ崩落してんな。お？ BGM が変わりました。生の証。やばいんですか？もしかして。あっしゃ、セーブした。セーブできたらばこれもうあれよ。恐るるものなし。このスケルトン、これあれか？ただのスケルトンかこれ。あ、ただのスケルトンだな。そんなにか、じゃあ。いや、いった。強いスケルトンですな。うわー、なんだなんだなんだ、トラップ、いた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 。なるほど、屍ある方はトラップあんのか。なんだ、黒い点が、なんだ、わっつ、上から落ちてきたよってことか、モンスターが。わからんが、だだっ広いな、なんかありそうだな。いた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 。え、なんだ、なんなのそれ。ここか。やった。左下に宝があったな。うわ、なんだ、こっちか。宝取りに行きたかったんだが。あ、どんどん進んでるんですけど、いいんでしょうか。右にも行けたが、とりあえず上。ははん、よし。どんどん進んでるけどいいのかこれ。セーブしたからいいけど。何も怖えもんはね、進めるだけで進む。そしてなんか、激レアなお宝が欲しい。
こいつら倒せんのか。あーなんかやば、そうスバイハンター、ナイスクリティカル、クリティカル、いや強っ、これダメだな、来るべきとこじゃねえな。あ普通にやって、これで倒せる、倒せた倒せた、170。待て待て待て、こう来るべきとこじゃねえぞ、絶対来るべきとこじゃないけど、こんだけやべえところだ、きっと宝があるはず、きっとべらぼうに美味しい宝があるはず。どうどうなの、あるでしょ、宝あるでしょ、開かないんかい。賢き者には振り返りまっすぐ進む、賢き者は振り返りまっすぐ進む。どこかで扉、右側か、こっちか、こっちの宝開いたか、開いた、よっしゃー、イモリの黒焼き、薬草、400結晶、ありがたい、ありがたいが、逃げる前提だったらこれ敏捷性高い装備の方がいいんじゃねえか、今更だが。ダメラーアーマーよりもタワーシールドとかも外してバックラーにして、もはやまあいいか。なんかベラ棒に強い武器防具欲しいんだが、まっすぐ進み振り返るみたいなこと言ってたけど、どういうことだろう。おお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 、もう帰れる気がしないよ私これ。うわー、守ってるやついんなーこれなー、あー守ってるやついんなー。セーブしたし戦ってみるか、ズバイハンターぐらいだったら倒せるはず。倒せないかも。回復がいくらっても足りんには、クリティカルが出てくれないと厳しい。早めの回復大事に。よーしよしよし、いったいった。ふぅ、ミスリルメッサー、あ、同調の像、やった、仲間増やせるじゃん、仲間増やせるじゃん。ポータルとか取る前にもう同調の像、同調の像で仲間増やした方がいいかな。ちょっとミスリルメッサー、ストツか、剣より強いと思うさ。ストツは骸骨にどうなの、弱いんじゃない、斬撃なんじゃないの。装備してみるか。いやこれはいいものを手に入れた、頑張ってここまで進んできた甲斐はあったが、あったが帰れるか、お家帰れるか、これ問題は。これ早速これ同調の像が手に入ったっつうことはあれですね、回復、回復じゃない、仲間キャラ連れてきたいね、こうなってくるとね。うーむ、他に探索、ここど途中右行けたんだよな、どっかのフロアで。そっちの右側も探索してみたいね。シュ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 、ここだ、お、宝、やばそう、あ、ロングソード、下がる、最も一般的な剣か。ミスリルメッサーの方が強そうだな。空っぽ、空っぽ、なんかありそうだけどね、なんもないか。まあロングソードはロングソードでありがたいが、なんか左の方に宝あったんだよな、どっかが隠しなのかな、どっか隠しがある、あるじゃんやっぱり、冴えてる、薬草かーい薬草かーい、それ冴えてても手に入れたアイテムが微妙だったこれ。
なるほど。セーブポイントどこら辺にあったかな？まだ下だったか？なんか分岐点が何箇所かあった気がすんだよな。あだだだ。あだだだだだ。この右側セーブポイントだった気がすんな。よしよしよし。よーしよしよし。この左側も行ってみるか。左の左な。あ、行けない系？あ、行けない系だ。なるほど。当たっちゃった。つけると。15。あー、ミスリル、微妙か。スローインダガーの方がいいかな。斬撃属性ある。じゃあ、あとお家帰るだけかも、これ。こうなってくっと。お家帰るだけ臭い雰囲気ある。ここにセーブポイントあったし、さっきのドラゴン、戦ってみる？戦ってみるか？それも予感で？どこら辺にいたっけかな、ドラゴン。あれが欲しいんだ。絶対あれ大撃小石なんだよな。あ、ちょっと待って、攻撃力がなんたら以上。80以上。無理か、攻撃力80は。レベル上がったら80までいくもんかな。柵壊せればか。あー、なるほど。ミスリルなんちゃら手に入れても若干足りてないんだよね。じゃあもうちょい探索します。さて、こいつやってみるか。やべえかな。バジリスク。逃げるの選択肢が取れる。石化とかして、毒！やめろ！ずっと毒か。69！ こりゃ無理だ。そーら無理だわ、これ。そら無理だわ、これ。なるほど。じゃあ、ちょっとお家帰るか。お家帰って、っていうところですかね。お、こんなとこ隠し、明らかに怪しいよな、これ。隠しがあった。帰ろうと思ったんだが。あ、これ、ここ、大結晶石やった !3 個目。やったぜ。したらば、これあれかなー。でも仲間を起動するのに1個必要だしな。1個必要だしな。ここも、あ、お？ここも探索してなかったな。反魂香？占い師の手記。男たちの戦いの罵声が聞こえる。ラマデス王の親衛隊はついに王が作らせていた墓所の中まで撤退した。町の者たちは墓所に横穴を開け、容赦なく突入するらしい。町の者も兵士も多くの者が死んだ。思い起こせば整ったも王妃の死であった。聖の証。王が王妃の墓所に名付けた名前はそれだった。長い間、レサの民は牢獄に耐え、黙って重いレンガを運び、王の命じるままに墓所を作り続けた。だが、乳母が赤ん坊に飲ませる父も出なくなった時、彼らは立ち上がった。第一王子だったアレクサンダーが民衆の陣頭に立った。王子も反乱なんだ。多くの血が流れ、今王は追い詰められている。だが私にはわかる。もはやレサが二度と昔の栄華を取り戻すことはないであろう。旅人が語り継げ、この虚しい幻を。王の圧政によって滅びた町っていうことなのかな。王を殺せと殴り書きされている、うん、これで帰ってこれたな。帰ってこれた。今のところ接続されている場所お聞きになりますか？地下1階食料庫。おー、張り付いている。はーん。船乗りの墓場。レサ。あー、図書館は、その3箇所から行けるっつってんの。へー、なるほどねー。もう地下、
地下はさ、爆破できるんだよね、きっとね。爆破して、氷のところは行けると思うんだけど、いや、どうしよっかな、これ、仲間だよね。仲間だよな、これ。盗聴の像起動。うん。必要大結集。起動しますかっていう、どういう画面なんだ。あ、こういう画面になるんだ。なるほど。登録者。後で変更することは原則的にできません。なるほどね。ブバリフ。主な特殊技能とアドバイス。竜たる証。様々なドラゴンのブレスを吐けるようになる。主な特殊属性すべてに耐性があるのは圧巻。さらに耐性を上げれば多くの攻撃を無力化できる。HP も高く成功法の要になるだろう。反面、精神的な状態以上に弱く、トラッキーな戦いは苦手つ。装備できる武具も体の構造上限られてしまうのが痛い。なるほどね。先天的な属性。対鱗属性に弱い。恐怖しない。睡眠暴走未了に弱い。あー、D バ系か。防御コマンドで通常より多くダメージを減らせる。装備できないアイテム。片手剣弓杖、盾魔導書、軽装重魚類が装備不能。吟味。いや。他は？アレク。特殊な武器にある固有技を引き出すことができる。典型的な戦士タイプ。装備できる武器も多く攻撃力も高い。すべての重魚類が装備できる数少ないキャラクター。特に弱点はなく装備を揃えれば安定した戦いぶりを見せてくれるだろう。あ、良さそうだね、アレクね。武器防御破壊の状態以上になりにくい。防御コマンドで通常より多くダメージを減らせる。装備できないアイテム。探検とかは装備できないんだね。ジャネット。戦巫女が使用する一部の回復魔法と自己能力の増装系の技能が使えるようになる。数少ない回復魔法を使用できるのは大きい。ある程度の攻撃力もあり、通常攻撃にもそれなりに期待できる。また意外に博識であり、場所知識も使用できる。大きな欠点はなく汎用的に投入できる優秀なキャラクターである。レスター。人外の力、力を奪う魅了する使い魔用武など特殊な攻撃を行うことができる。一体何者であるかは先天的な属性を見て察してもらえると思う。トリッキーな状態変化が攻撃が行えることが特徴。様々な利点と弱点を持つが装備に関しては意外と汎用性が効く。毎ターン回復していく能力が非常に有用であるが、神聖回復魔法が全く効かないことに注意。毎ターン傷が回復する。戦闘不能になってもしばらく後に復活する。成功属性にとても弱い。暗黒系に強い。吸血鬼なのかな？すべての状態以上、精神攻撃と即死を受けない。不死者の業は追っている。回復魔法で回復はしない。時々仲間を襲う衝動に襲われる？ダメだろ、それ。それダメだろ。即死魅了に強い。恐怖しやすい。あなたはシェーラ。強力な攻撃魔法を習得できる。特にその全体攻撃魔法は大きな戦力になるだろう。一行中唯一の魔法使いだが、四念体のために物理攻撃にも強い。属性耐性をさらに上げれば戦士並みの防御力にもなりうる。また魔法の攻撃力は精神に依存するため、育て上げれば恐ろしい力を発揮するだろう。しかし弱点もある。その武器攻撃力に期待してはいけない。それに神聖回復魔法の効果も半減してしまう。はぁ、毒に強い、即死に強い、三毒属性に強い、すべての物理攻撃に強い、成功系攻撃に弱い、回復効果が低い。なるほど。葬儀屋。敵にとどめを刺す、その一言に尽きる技ばかりを覚えることができる。能力値自体の攻撃力は高くないが、二刀流を組み合わせて実質最高の攻撃力を誇る。近接戦の戦法。なるほど。二刀流な、いいな。反面防御がおろそかになりがちであり、油断するとすぐに戦闘不能になってしまうので注意しよう。二刀流は優秀だと思うんだよな。盲目に強い。二刀流ができる。なるほど。セラフィー。司書官に許された修復系の魔法を使用できるようになる。一行の中でも最も高度な回復魔法を使える、こなせるようになるだろう。薬草の節約で迷宮探索の効率が飛躍的に上がるだろう。唯一の全体回復魔法の使い手であることは見逃せない事実だ。補助となる技能も複数習得できる。だが攻撃力に欠けるため攻撃要因としての実力は期待できない。あー、誰がいいんだろう。今んとこ取り急ぎ魅力に感じるのはアレクだよな。
アレクな。アレクとグバリフってのもいいよね。ドラゴンってかっこいいよな。ドラゴンもかっこいい。ただ精神上、異常大以上に弱いっていうのはどうなの？それ。それどうなの？ちょっと一旦戻ろう。ここら辺の場所知識とか、うんちくが聞けるとかさ、セラフィーとジャネットは習得する。だから、誰を仲間にするかでここら辺もさ、変わってくるわけだよ。強さをマーキングする。グーバリフとアレクが習得する。死の匂い、宝箱に関する情報、そこにある罠の種類とミミックの存在を書き取ることができる。葬儀屋。罠の解除方法を見つけるまではこれで判別して危険度の低い罠のみを開けましょう。あー、葬儀屋が習得するのか。でも死の匂いって重要そうだな。死の匂いって重要そうだな、これな。いや、どうしよう。ここからさらに先はいけないな。武器の変更って何？フィールド上であらかじめ武器を一つ登録しておき、戦闘中に一旦かけてそれへの持ち替えをする。あ、武器持ち替えいいなぁ。これは素晴らしいものだが。あー悩む。ということで今回この辺にしとこうか。時間も結構来てるんで。はい。ということで今回はこの辺にしておきたいと思います。また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。